パドックスイートも使えるということで。関係者が出てるな。いや、出てるね。ちょっとこちらをね、乗らせていただくことになったんで。緊張しますね、やっぱこのぐらい。緊張しますね、やっぱり。1分40秒切るぐらいらしいです。1分40秒多分切っちゃいます、ね、さあ、で練習じゃ行きましょうか。練習走行にじゃあ行きます。では車両紹介です。今回乗る車はアウディの A1 です。高いトランプ押しながら、トランプ押しながら少しね、これで ダンパーが、そうなんだ。すげえ重いし、突っ張りもしてるから。これを刺してくれれば。ああ、ピンがあるんですね。ああ、なるほど、なるほど。ありがとうございます。あ、すいません。なるほど。ダンパー抜かないとダメです。あ、抜かないとダメなんですか。ガスの方中が開いちゃう。ああ、開いた。クラッシュした時にバーンって。そうなんですか。ブースタップ。ブーストアップ。なんか何かの匂いに似てる。そうだね。これで完璧じゃない。全然余裕じゃん。最高じゃない。ね、最高じゃん。200円でよかったわ。ね。これ1回したと思ってんだよ。ハハハハ。この場所でいっぱい金使ってマウントいっぱい買ってきたので、ロールバー用マウントっていうのがあってね。ロール。自分の車ロールバーついてない。前が見えないよ。いいやろこれ。高く、俺の方の。俺の方が全然高いんだよ。これかこっち、ここにする。いいんじゃない。あ、タイヤ見てなかった、そういえば。タイヤどこの？どこのか分かんないけど。グリップしそうな形はしてるよね。なんかしてる。しかも新しそう。うん。チャンピロ？出た。そんなブレーキ大丈夫なんだね。すごいっすね。右に重いんだよ。パッドもすげえ熱いわ。パッド熱いんだ。熱々。ちょっと大きいから。狭そう。RSG だね。RSG 俺 RSG ダメなんだよ。ノーマルシートと変わんねえんだよ、このホールドが。でもいけるね、うん、これ一番後ろなの。一番全然良さそうじゃん。ちょっと前にするぐらいがちょうどいいか。難しいな、一番後ろじゃないなんて。それは身長いくつですか？105cm。 それ、どう回りじゃん。ウエストだろ。そんなにないな。そんなでか、それ俺か。俺もそんなでか。消火器がめちゃくちゃでかい。デカタンク NPG みたいじゃないですか。ナビがないですね、道わかんなくて、わかる道。道わかんねえかもしれない。やばいよな。1コーナーって左だっけ。まっすぐじゃねえ。まっすぐか。
パドルがカーボンになってる。で、ステアリングもあれだね、スウェード。あ、確かにスウェードになってますね。すごいね、あのヘッドライトのスイッチとかも全部移設されてて、サイド引いてなかったけど柔らか。ここ、ね、ロールバー用にヘッドライトのスイッチも移設されて、なんとこの鍵もね、ここにすごい自作感がある。すごいね。なんかあれだね、乃木坂46って感じで色なんだけどすごいね、どん柄ですよ。サベルトの6点だね。ああ、これ多分 俺と一緒かもしれない。おお、俺できるかやばくないですか。しかもだって俺前に行きますから。なんかでもこのバックルの太さが違う。うわ、しかもこれすげえやりやすい。スッてなんかすごかったね、今。すげえやりやすい。緩めるのどうすんの、どこで緩めるの。すぐ縛れるぜ、これ。縛れる、どういうか。結構縛りで。結構縛りで。声になってるもんね、これ。これで、あ、これか。やっぱ耐久でバナナ交代できるし、すごいね。これでまあハンスが入るから。そうだね、そうだね。俺前行くからな。あ、前行くから俺はいいのか、これ。あ、あれか。お腹周りのその下のベルトがどうなったかな。今この快適ドライブ。俺のお腹いいでは。快適ドライブ。快適ドライブはエアコンねえけど。これダクトとかないの。でもエアコンがあるから風だけ出していいんじゃん。おー、でも外気にしていけば風が出てくる。ドライバー降りるとこれを緩めたり。まあそうだね。次の人が小町だから。すごいね、簡単にできるね。すごいね、簡単にできるんだね、これ。これいいな。いいね。だから、シャンペルと俺のやつとかさ、調整できないからさ。しないと、で、もし本当だったらやったら。いや、そうですよね。だいぶ、位置が違う。変わりますよね。すごいわ。俺、体硬いから大丈夫か。足から出る。はい。パンクに乗ってみなよ。パンクに乗ってみなよ。足から。足から。足だけを入れて、両足を入れて。両足ですか。そう。ああ、なるほど。飛び乗る感じで。そうそうそう。そういう感じで、それがいいと思う。ドライバーみんな、足から、乗ってます。で、上体から出て。あ、こっち、ベルト崩されちゃった。3点じゃないよ。3点じゃない。じゃあ、コロコロ転がったら大丈夫。FIA の。こっち、いや、そこ、中。あ、ちゃんとオレンジサイズ合わせてくれてる。ぴったり。うん、苦しい。お腹が苦しいって言ってるよ。降りるときにベルトを緩めてから。緩めてからです。そうじゃないと次の人が。これは緩め。次ならいいかもしれないですけど。これは緩めしくっちゃダメだな。今日抜きね。抜きだこれ。ガスケツになっちゃダメだ。ガスケツだよ。おお。すいません。なるほど。そこ邪魔じゃないですか、大丈夫。あ、全然大丈夫です。邪魔だった。結構、あ、6点復元したことだけど、またすごいです。おまたやばい。おまたすごい。5じゃないから、まだいい。使い物にならなくなっちゃうよ。大丈夫、使う予定でいいから。使う予定ないから。でも、ああやって写真撮りたいなと。撮りたいっす。スーツ着て。8時半から。いや、これどうやって緩めるの？あ、これ緩まってんのか。え？いや、どうやって緩めるのかなって言うのか、俺緩まってんのか。おおマジじゃねえか、それ。最も緩い。出るときは足から。じゃあ頭から。足からか。無理だよ。これね、もう。あれじゃない、上掴んでケツから出ればいいんじゃない。そうしかないよ、こうやってね。そうこうしかないよ。そうで、そうあ、そんな感じかもね、レーサーで。僕たちが髪ないんだ。髪は一個の食感変わったっけ。そうじゃない、僕もしてるよ。こうして、
慣れてるよ。慣れてますね、やっぱり。一番いい顔。出るのすんなりする。RE とか乗るのめちゃくちゃ高い。パク乗ってみる。もう一回？うん。左手上、カグ左手上。あ、そう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 。多分ね、ロードスターとか乗れないと思うよ、カグ。かもしれないですね。あと、あら、椅子も一回。ああ。これだけで全然違うから。それか、あれだよ、抱えてやるか。誰か。引きずり出すみたいな。一応ずっと筋トレしてたんですけど、全く痩せなくて。筋肉が脂肪の上からついて、余計に太くなっちゃって。体脂肪率は下がったんですよ。筋トレだけ。痩せなくてすいません。重量半で。血圧は上170です。やっぱ、あれだね、ちゃんとレース車両だね、こうやってなってんのね、ちゃんとね。ロックされて、フィルターも、キャップも、すごいね。さすが。グループ M の休憩入ってるんだね。へえ。なんでなんだろう。さっき。なんでなんだろう。なんかやっぱ理由があるのかね。社会人つけるっていう。ね、やっぱ違うんじゃない。意外と A1 ボンネット広いね。白。で、俺は R8見に行こうよ。つってるから。あ、R8見に行きましょう。あれ。そう。なりますか。ありがとうございます。今日乗る車どれ？あ、僕多分手元ですよ。これか手元ここの奥っすかね。歩いて今日は歩いてます。今日はドライブします。なんかちょっとマルボロのマクラーレンっぽい昔の。ちょっと水素の音そうだね、それジェーターファンすごいもうモラあ、ほんとだ面白い窓が曇りそうあれだね、フィルム貼ってるんだねフィルムうん、横練習場みんな貼ってるよね、うん、貼ってるねジェーターファン見てみて一個だ。一個。一個。俺が増やしてもらえるとは、ね。が。おやさんの顔のおかげで。これさ、助手席あるんだね。うちの背景とかでも。ああ、なるほど。三キロぐらい出るの？ね。出る。あ、切れないから。硬いんで。はいはいはい。打角が少ない。打角を切れたけど。そうなんだ。AP 入る。アライメントゲージ。すげえ。セクシータイム。もうつけちゃったハンスト。俺はつけてるいつも。アライも高いんだね。いや、やばい。絶対高いっすよね。しか
ずそれカーボンなんですよ。いいやつだこれ。20万ぐらいするじゃないですか。マジで。これ持ってればいいそれやすく俺も見えるマジで苦しい。取りすぎた。苦しい。ね、で貫禄が出てる。確かに。中能とかでめちゃめちゃ速そう。中年インストラクター。排気量でブンブン言わせてる人。そうそうそう。軽い車苦手。すごいな。まいった。どうしようか。僕一番最後にいいですか。あ、そうですか。うん、10分後とかでもいいですか。まあ、この雨なんで、まあ、10分後とかでもいいですか。あれってミスですか。小杉あと4分。まあ、小野さん、はい、トラコンとかこれは基本はオン。あ、ちょっとオフって。トラコンは長押しですか。1回長押し。切るのはトラコンだけですか。あ、はい。とりあえず様子見で楽しんできた。これパドル使ってみる。こっちもないです。
緊張してきたわ。最高。スカイラインとか白くても来るからは大丈夫ですか。そうっすね。お祭りお祭りな。とりあえず無事に帰ってくるわ。あれも撮ったんだよね。撮った、もう録画したの。オッケー。
映像で見ても結構なってますよ。街中見られてるのが早いな、直線早い、まあ、初っ端なアウトラップ超冷えてて1コーナーからケツ出しながら曲がったわゴルフも一緒だよ。そう、ケツ流しながらこう行きたいのに、つまむ感じのが入らないんで。もう気持ちよくてね、ジャックオーバーで、ガーっていけないんだよ。あんまりね、アンダー出しすぎると、ステージが入ってこない。Thank you.
に10分過ぎぐらいで、はい、13分ぐらい見て。わかりました。窓閉めてね。なんか別に遅いし遅いんだけど、ちょっとさ。Thank you.
ほ、カン君いい位置いるね、超クリアじゃん、最高。
ってなくて。そう。何があんの？これが電源入ってなくて。そう。自動で落ちちゃった。これで電源が入ってましたね。そしたらこれ、多分。あれだね、多分。違う。予選までだね、15分くらいあったの。それで消えたの。ああ。自分が何で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 扱いきれてなくて、あの単位がまだもっとうまくいけるんで、単位でも今度厳しいし、一発これはできる。まだ伸びる。すごいね。16は絶対。2番手ですね、はい、PC クラスでいうとまずここの BRZ86 系が2台で参戦と早いで、このロードスター3台で、ロードスター3台 NC2 分9秒で早いね。ビッツ86、ビッツ86が2台で1台ずつで2分11秒と、この102号車ライバルと、あとこのユーロレーシャー MR21 台で、あとこれも51もそうですか。いや、ボディーじゃ違かったんじゃない？違うの、うん。ハルコンズも違かったっけ？違います。うん。なので、なんか4つですよね。1、2、そう。これ51でも15、違うよね。クラス違ったよね。でも PC じゃないよね、これ。それ違います、ね。違いますよね。上に 4クラスぐらいあります。確かに。あー、ちょっと厳しい。厳しいなぁ。いやいや、まあ、結果はわかんないですね。そうですね。確かに。最初のその、だから、お岩で、例えば、変な話、1が行くとするじゃないですか、はい、そこでも順位変わらなかったらもう厳しいよ、あ他の車も多分、そんなことないから、耐久だからさすがレーサーの、あーさすがレーサーの奥さん、最初に PCR クラスとアウディに出た時に車壊れたんだもん、最後火吹いたかな、あちょっとあれ、仲間がね、GTR やってられたのがありましたよね。あ、そう。あれ、私の知り合いの GTR だったんですよ。あはっ、なんか、いろいろあるから、そう。わかんないですね。現実に私に切ったのに、諦めない気持ちっすね。諦めない。そう、絶対諦めず、とにかく、ペナルティを取られないように、堅実に走り続けるのか。その4列、トラック運転機関があるのかどうかで。壊れたら終わりなので、俺が一番危ねえ、4台それは言うたらよくないな、ちょっとお戻りください、ドライブスルーペナルティーになるかもしれない、それもうダメだ、来た、あれだ、堅実に、堅実にいけます、冷静に、ベストの 1、2秒落ちぐらいで、遠赤ガンガン乗りまくるとや
来た来た来た。なんかもうすでに右下がりっぽく見えるのは俺だけか。取られない。予選大丈夫だった。予選だけ。大丈夫だった。ってことは大丈夫だよね。ああ大丈夫ですね。あははは。マモさんが2番目、小野さん3番目。それ大体ね。あ、2分11秒で走ってるんだ、一応ね。早いじゃん。そうだよ。で、ロードスターは3台がいい。早いじゃん。さあ、まもなく。全部あれ赤くなんだもんね。あれ消えたのだもんね。